ときめきメモリアルガールズサイド4大地くん攻略編を本日もやっていきたいと思います。前回は2年目のバレンタインデーを終えたところですね。で今日はね、前回ね終わり直前にね、うまいことスケートにお誘いしてもらえたので早速行ってきたいと思います。ね、もらったカチューシャをねつけて、ちょっと早く着いちゃったかな。あれ、大地くんもう来てる。大地くん、ずいぶん早かったんだね。あれ、君も早いんやね。うん、大地くんこそ。だって、いっぱい遊びたいやんか。君も同じ風に思ってたら嬉しいんやけどな。どうしたん？って、つなご。なあ、かわいいなあ。大地くんにもらったプレゼント、大切に使ってるよ。うん、実際つけてるとこ見たら、また嬉しさがこみ上げてきてん。大地くん、喜んでくれたみたい。つけてきてよかった。スケートって、ワクワクせえへん？大地くん、スケートが好きなの？好き！一緒に手つないで滑ろ。ここがも特に可愛くて好きなんだけど。凍りそうや。もっとこっちおいで。寒いしね。おっと！あかん、氷に引っかかったわ。すごいバランス感覚。そうやろ、俺スケートは大好きやね。うん、いい感じだよね。凍りそうや。食べ合う？こうしてるとあったかいな。超心配や。転ぶときはおしとやかにな。スカートがめくれてしまいそうやから。誘って正解やったわ。君も楽しめたんなら大正解やね。どうしたん？褒めてくれるん？あんな、もうちょっと一緒にいたいんやけど、付き合ってくれへん？うん、大丈夫だよ。やったー！行こう！どうしたん？こっちもお返しや。それ、ほんまによう似合うわ。めっちゃ可愛い。ん？緊張するわ。なんや？うん。なんや？うん？君はいたずらが好きなんやね。では、好きにして。見られてるで。なあ、これってイチャイチャ言うんやないの？もうちょっと一緒にいよ。まだ帰りとうない。何？やめてや。やれやれ。
やれやれ。じゃあ近すぎひん？君はええの？ああ、こんなんどうしよう。いいわ。ちょ、どうしよう。ドキドキが。それ、好き。まったく。待って、これ以上はもう、あかんて。俺ほんまにもう、ジョーは、え、待ってや、あかんて。ごめんなさい、もう俺ダメや。くすぐったいんや思ってたんやけど、これは違うわ。え？ちょ、口には出せへんけど、俺君のそれが好きなんや。好きなの？そう。びっくりした。そうやけど、もうあかん。耐えられてへんのやから。こうしてストップさせんと、きっと君に、エッチなこと、してしまいそうなんや。おぉ。直球ですね。ほぉ。ちょっと、やだ、遅い時間なのに。ちょっと、熱くなってきちゃった。はっきり言うた方がわかるやろ。俺やってそんなことをしたないから、君にちゃんと言うとく。ほんならおやすみ。大地くん。いやこれ。いやちょっと、おー、いい。なかなか直球ですね。あ、ちょっと笑いすぎて汗かいちゃった。いずれにしろ19だな。どうせテスト明けだもんね。じゃあちょっとやるか。明日から期末テストだ。頑張ろう。テストの結果が貼り出されてるみたい。見に行ってみようっと。一生懸命勉強頑張った甲斐があったな。
中誘われるはずだから生物とか。おはようマリー。ホワイトデーか。今年もホワイトデーがやってきたね。男の子の決戦の日。お返しに来た彼の思いちゃんと受け止めてあげてね。うん、ドキドキする。大丈夫、マリーが思っているだけ相手にも気持ちが積もってる。私の思いが積もってるか。しおりちゃん。あ、大地くん、どうしたの？超来て。今日はホワイトデーやんか。せやからお返し渡そう思て来てん。そのためにここまで来てくれたの？これお返しや。気に入ってくれるといいんやけど。え、プレゼント？ありがとう。どういたしまして。あ、恥ずかしいから後で見てな。ほんならせっかくやし途中まで一緒に帰ろ。大地くんからホワイトデーのプレゼントもらっちゃった。嬉しいな。そういえばなんか帰ってから見てって言われてるのここで見るっていうね。プレゼントなんだろう。あ、種からお花になった。いいね、おしゃれ。わあ、ひまわりがたくさん。明るくてすごくかわいいな。元気いっぱいの大地くんを見てるみたい。あ、誘われなかったな。あれ、来週か。あ、そうだね、ちょっと早かったか。この週か。そうでしたか。君から電話だ。はい、もしもし。もしもし。俺やね。うん、どうしたの？あんな、今度の日曜日の予定聞こう思て。空いとる？キャンプ場オープンしたからもう牧場もいいわよ。うん、空いてるよ。なら一緒にゲームセンター行こう。ちょっとそれはね、行かへん。そうやったら一緒にお買い物しよう。それはね、こないだ行ったからもうしないかな。なら一緒にゲームセンター行こう。結構ゲーセン好きなのかな。なら森林公園のホタルの住処に行かへん？それはね、もうちょっと先かな。まだ行かへん。なら一緒に牧場でも行かへん？行く。うん、行く。やったー。そうやな、どこで待ち合わせようか。バス停でどう？そうしよう。ほな、当日な。大地くんとデート、忘れないようにしなくちゃ。はい、じゃあ、今日は牧場に行ってきたいと思います。まあキャンプもね、人がちょっといっぱいいた方が、人手が多い方がいいと思うんでね、今日もちょっと2人引き連れてね行きたいと思います。ちょっと早く着いちゃったかな。あれ、大地くんもう来てる。大地くん、ずいぶん早かったんだね。あれ、君も早いんやね。うん、大地くんこそ。だっていっぱい遊びたいやんか。君も同じ風に思ってたら嬉しいんやけどな。ん？なんや？そんなん、あかんわ。あ、また葉月鶏飯やわ。気に入っとるん？うん。あー、そうやった。葉月鶏飯って幅学の OB やったっけ。君にとっては尊敬する先輩なんやな。
羽ばたき市民にとっても誇らしいモデルさんやし、俺もこうておそろにしようかな。大地くんとお揃いもいいかも。でもペアルックしたかったな。あれないよね、今更だけどないよね。キャンプ場に行かない？キャンプやりたかったんや。行こう。どうしたん？俺もいたずらすんで。綺麗な場所やね。しかも絶好のキャンプ日和や。大地くん頼りにしてます。任しとき。今日は俺の男の見せどころや。やったね、バッチリ好印象。どうしたん？もっと触ってもええよ。あら、ちょっとテント立てて、テントの中でね。今日は付き合ってくれてほんま大きに、めっちゃ幸せな気分やね。どうしたん？褒めてくれるん？あんな、もうちょっと一緒にいたいんやけど、付き合ってくれへん？うん、大丈夫だよ。やった、行こう。ん？なんや？うん、腕組もう。ちょっと言い忘れちゃいましたけれども、今回から編集してね、残り会話的には2つかな、の追加データのね、あの会話の方2つと、あと告白未遂の方をね、回収していきたいと思います。ちょっとね、あの同時にはできないんで、ちょっとどうしてもね、あのデート回数がね重ねないので、あのちょっと大接近とね並行してちょっと編集して入れる感じに、先生と同じ感じでねなっちゃうんですけれども。ところで大地くん、何？あのね、大地くんは好きな女の子のタイプってある？タイプっていうか、女の子はみんな可愛いもんやね。どういうこと？みんなってどういうこと？あ、ほぐらかした。ちゃうちゃう、ほんまのことや。正直言うと、そういう話は超苦手やね。え？だって君のことが好み言うたらドン引きするやろ。あれ、これもう告白未遂かな。そんなことないけど。ほんまに？じゃあ君みたいな子がタイプってことで。え？恥ずかしいわ。なんだこれ、もう。私もドキドキしちゃった。もう君の手はあったかいな。ん？うん、緊張するわ。うん、君はいたずらが好きなんやね。ドキドキするな。小商売は。もう君はいけずや。なあ、これってイチャイチャ言うんやないの？もうちょっと一緒にいよ。まだ帰りとうない。
何？やめてよ。あかん、それ好きかも。やれやれ。もう限界や。やめてや。ちょ、近すぎひん？君はええの？なんなん？こんなんどうしよう。ちょ、どうしよう。ドキドキが。待って、これ以上は。もう全く。いや、堪忍して。あかんて、俺ほんまにもう。ちょ、え、待ってや。あかんて、ごめんなさい。もう俺ダメや。しおりちゃん。はい。そろそろ気づいてくれへんか。俺な、君にそうされるんが好きやけど、されっぱなしやと今度は俺が君に同じことをしとうなるの。あら、ちょっと。わかる？君に俺も触れとうなる。君のよりももっともっと強くな。うん。けどそれは本やない。不可抗力いうかやけみたいなもんで、俺君にそんな乱暴なことをしとうない。大切に思てるから。けど俺にも限界があるし、ほんま分かって。ほんなら。私、大地くんを困らせてるのかな。もっと困らせなきゃ。あ、大地くんからメッセージ。また誘うからいっぱい遊ぼうな、だって。よかった、今日は大地くんとすごく近づけた気がする。しばらく何もないしな。イベントとかも何もないし、暇ですね。新学期もう？あ、ほら。よう、お待たせ。先生が担任だ。おお、いい反応だな。やった、やっとミカゲッチのクラスになれた。そっか、やったな。俺なんか2年連続だよ。なんだよ、最高だろ。自分で言うのかよ。ミカゲ小次郎だ。もうみんな知ってるか。とにかくよろしくな。うんうん、3年間一緒のやつもちらほらいるな。藤谷、
恒例の代表質問頼む。モーリーちゃんは元気ですか？そうだ、この牛はモーリー、俺の家族だ。それもみんな知ってます。なんだよ、そういうことじゃないんだよ。お約束は大事だぞ。あ？はい。とうとう3年間質問係やっちゃったな。今年も素敵な1年になりそう。あ、そこ進路指導か。今日は進路指導の日。私の進路は、これ大ちゃんの進路は聞けないよね、きっとね。あ、くそ。じゃあいいよ、戻りたい。戻りたい。よーし、大学へ進学しよう。ほほう、さすがだな、真面目ちゃん。一流れ大学合格圏内だ。安心して頑張れよ。よし、受験勉強頑張るぞ。はぁ、あれ、どうしたんだ。久しぶりになんかイベントが。あれ、大地くん、今日は元気がないな。ちょっと店員さん、車どこにつければいいのかね。あ、あかん。私も手伝うよ。大地くんは車の誘導お願い。あ、うん、大きに。ねえ大地くん、いつもの元気がないけど大丈夫？体調でも悪いの？ううん、ちょ、悩み事があんねん。私でよかったら聞くけど。君にはできひんのや。自分で決めなあかんことやから。俺な、目標ができてん。うん、目標？うん、せやから自分のためにも君のためにもけじめをつけなあかん思うとる。いつもの大地君じゃないみたい。目標って何だろう。何だろうね、目標って。はそれが今後語られるんでしょうけど、ちょっと何になるかな。次のデートはさすがに行けないから、ここかな。次のデートお誘いされるとこまで行きたいな。誘われないな。ちょっとこの流れだと5月デートがなくなりそうな予感が。まずいな。誘われないな、やっぱり。来週か。ちょっと5月はどうにか誘ってきてくれないかな。週が良かったな。あ、大地くんから電話だ。はい、もしもし。もしもし。俺やね。うん、どうしたの？あんな、今度の日曜日の予定聞こう思て。空いとる？うん、空いてるよ。なら一緒にゲームセンター行こう。ゲームセンターはね、行かないかな。ほな、臨海公園で遊覧船乗ろうや。うん、行く。やった。そうやな、どこで待ち合わせようか。羽ばたき駅でどう？そうしよう。ほな、当日な。大地くんとデート忘れないようにしなくちゃ。あ、土曜日か。終わりにしますって言おうと思ったら。
はい、じゃあちょっとこのままデートに行っちゃうと長いので今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。